ウィキペディアを擬人化したウィキペタン、ルイス・ウェインが、本来の擬人化、猫が猫の姿のままで人間のようにゴルフをしている。萌え擬人化とは、現代の日本の漫画、アニメ、ゲームなどに関する二次創作用語で、人間以外の生物や無生物を人間に見立て萌えと結びつける行為である。非人間を人間に近い姿にしたイラストを描くことなどを言うが、この場合、 萌え属性を追加することで愛着が湧くようにしてある。一般的に女性化、少女化が主なものとされているが、漫画、アクシズ・パワーズ・エタリアのように男性化、少年化の萌え偽人化を要素としている作品も存在している。本来の偽人化は元のものに人間の特徴を加えることだが、この場合該当する事物をイメージした格好をした人間として描かれることが多い。 元の事物の特徴をほとんどが愛犬に反映していない。擬人化もあるが、その場合は、キャラクターの性格や人間関係などに、モチーフの特徴が反映される。ただし、服を着ているキャラクターが、元の場合は、それと同じ服を着用した人間として描かれることが、多い。かつては主に同人誌で見られた手法だが、昨今では、貧長タや、霊球霊子と一緒。 ピザ日和など商業ベースの作品も発表されている。同人や二次創作の世界では古くから擬人化のジャンルがあり、主に漫画、アニメの動物キャラクターや無生物を題材としてきた。どちらも同人、二次創作全体から見ればマイナーなものだが、校舎は2001年頃からインターネットエクスプローラーの中止ボタンを擬人化したキャラクター、 シータケちゃんがインターネット上で人気を集め、擬人化というジャンルを広く知らしめた。2004年頃からの、ビ調チのヒットを、ブームの発端とする意見もある。2008年、元祖兵器擬人化ゲームとして、萌え萌え二次大戦が登場。2013年、艦隊コレクションの登場後様々な擬人化作品が登場し、擬人化ブームが始まった。このジャンルの草分けと呼べる、 商業作家としての存在が、MS 少女シリーズや、銀河お嬢様伝説ユーナ等で知られる、名高美香である。なお、名高氏はこの手の作品を描く際は当初は、アム、ロレイ名義で行っていた。ありがとうございます。